さあ続いては情報並みのパート2ですね、えー、パート2では三里芝桜祭りにつきまして高崎市三里市長の産業家大竹博士さんにお話を伺っていきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますその大田さん今回はそのパート2は芝桜祭りとはい えいうことなんですけどもその芝桜まず公園ですよね、はい、どんな公園なのかそこからお願いしたいんですけれども春名山南陸に位置する三里芝桜公園は2.9ヘクタールの敷地に赤白ピンク三色の芝桜が約26万株植栽されております天女織姫の置き忘れた羽衣をイメージいたしまして公園の地形に合わせ渦巻き模様やうねり模様を描いております、はい、色鮮やかな花の絨毯とほのかな甘い皮 特にです、ね、少し、えー、高い位置から、ねはい、見た芝、ねえー、桜、本当に綺麗なんですけれども、えー、ぜひご覧いただきたいと思います。けれども、えーで 今年はいつからなんですかね。期間とまあおすすめのポイントですかね。それも教えてください。はい。今年は4月9日の土曜日から5月8日の日曜日まで開催いたします。ミサト芝桜祭りではまず芝桜市と題しまして地元の採れたて新鮮野菜や特産物の梅を使った加工品またさまざまな軽食などを販売いたします。祭り期間中毎日開催しております。またあの会場限定で。 柴桜だるまというのを、はい、販売しておりますので、はい、まあ、こちらも、あの、この機会にぜひお買い求めいただければと思います。はい、はいえー、今回ね、持ってきていただきました。はい。え柴桜だるまと、ね、いうことですけれども。えー、これ、柴桜色に合わせた感じ。ですか、ね、そうですね、あの、花の三色と同じ、三色展開ということで。はい。まあ、だるまというと。 高崎というイメージももちろんありますけれども、はい、だるまというと赤という色ですけれども、まあ、これ、芝桜色ということで非常にカラフルな三、ねえー、色展開と。 いうことですか、ね、これもぜひ、ねえー、お買い求めいただければと思いますが合わせてイベントなどもあるんでですすよねはい、はいはい、そうですね、えー、今年も芝、ねえー、桜のポット苗と、はいえー、なめこ汁の無料配布をはじめ箕輪、ねはいえー、の里の狐の嫁入り出前行列、はいえー、それから箕輪城太鼓保存会による、えー、和太鼓の演奏など、はいえー、土日祭日にさまざまな、えーはい、イベントを予定しております。はい この箕面の里の、ね、狐の嫁入りなんかっていうのは伝統行事として、ねはい、やってますそれがまあ出前という形で,うで、ねはい、この会場でやってくれる芝、はい、桜の中を練り歩いていただけるということで例えばあの、ね、あのカメラマンの方とかいうのも、ねはい、シャッターチャンスかもしれませんが合わせていっていただくと、ねはい、いいのかなという感じがしますけれども。はい 花の見頃というといつぐらいになりそうなんでしょうか例年ですと4月の中下旬あたりから5月初旬にピークを迎えるんですけれどもの今年は暖冬の影響もありまして少し早まりそうなじがしますね。じゃ梅祭りが終わると すぐ芝桜が来そうなところですね。はい。まあ今後の天候にもよるんですけれども、あの祭りが始まる頃にはちょうどあの楽しみいただけるところまで開いてくれるかなというところですね。はい。かりました。でこれ開園公園です開園時間ははい。え午前8時から午後5時。ただし最終入園は午後4時半までとなっております。あの梅祭りは駐車場代が料金がかかるということですね。こちらはない。 そうですね駐車料金は無料なんですけれども、ただし、入園料の方もいただく形となっておりますちなみに、いくらぐらい中学生以上の方、一般がお一人300円、それから小学生が100円で、未就学児のお子さんは無料となっておりますぜひね、こういったものを見るのはね、時間にゆとりを持ちながらですね。 見に行くのがいいのかなと思いますんでね、ぜひ行っていただければと思いますけども、まあ梅まつりそれから芝桜まつり合わせて最後ね、大たさん PR もお願いしたいと思うんですが、三月の梅まつりそれから四月の芝桜まつりとぜひこの機会に三郷地域にお越しいただきまして春の香りをお楽しみください。ご来場お待ちしております。はい、今回は情報ナビですね。パートワンパートツーということでね。 二つということで高崎の話題ですけれども、芝、えー、桜祭りと梅祭り合わせてご紹介をいただきました大竹さんありがとうございましたありがとうございました。